ケルン級フリゲートはドイツ連邦海軍のフリゲートの艦級。交渉艦型は120型。第二次世界大戦後、連合軍軍勢期においてドイツは一旦は非武装化された。しかし、冷戦構造の成立に伴い、1949年のドイツ連邦共和国建国後、1951年には連邦国境警備隊、 1955年には連邦軍が設置され、翌1956年にはその海洋戦力として連邦海軍が建軍された。1956年5月、連邦議会は海軍のための最初の官邸心臓計画を認可したが、この計画には護衛艦六隻の建造が盛り込まれていた。これによって建造されたのが本級である。設計そのものは、 護衛艦55として1955年より着手されており、1957年に発注された。ただし実際の竣工は数年後となることから、その間の空白を埋めるため、アメリカ海軍から119型駆逐艦6隻、イギリス海軍からは138型教育フリーゲート7隻の譲渡を受けることとなり、これらは1958年から1960年に、 かけて、順次に編入された。本級は、第二次世界大戦後において、ドイツ海軍が、初めて建造した大型戦闘艦であり、世界で初めてコダグを搭載した艦でもある。本級の指揮官は、4機の満射性 V 型16、気筒ディーゼルエンジンと2機のブラウンボベリシャ製、ガスタービンエンジンを組み合わせたものであり、また電力供給のため、550HP、 405kW のディーゼル発電機を3機搭載する。このガスタービンエンジンは白用専用として設計されたものであり、また推進機にも可変ピッチプロペラを採用するなど多くの新機軸が盛り込まれた。線形としては平ら乾板型を採用しており、船体は13個の水密区画に区分されている。本級は対戦線に重点を置いた装備が施されている。 対戦兵器としては5 3 3トル単魚雷発射管のほか対戦迫撃砲として、環境直前の甲板出場に m 5 3 7 5ト、mm、ル対戦ロケット砲が搭載されている。センサとなるソナーとしては、クアマイナス10、パイマイナス1が搭載される。これは同一のソナードームを共用する複合ソナーシステムであり、全車は10点を、 11kHz、後者は 24kHz を使用するサーチライトソナーである。また、水中攻撃式装置としては M5 及び M9 が用いられるが、これはアメリカのマーク105におね相当する。また本級は放送型のフリゲートであり、防空、耐水上火力に関しては、方向兵器に依存している。手法としては、 フランス製の新しい療養法システムである55、合計 100mm 単装砲、広角基銃としては、やはり新型のボフォース70合計 40mm 機関砲が、ブレーガメッカにかブレシャーな射精マウントと組み合わされて、採用された。しかし船体は、比較的小型で、発展余地も少なかったことから、収益後に登場した新しいテクノロジーである。 互換防空ミサイルや艦隊艦ミサイル C4I システムには対応できなかった。また対戦船についても収益後に登場した関西ヘリコプターの運用設備の設置には対応できなかった。1957年から1964年にかけて西ドイツのストラッケンゾーン造船所において6隻が建造された。これらは1961年より順次に収益を 開始し、続いて建造されたハンブルク級駆逐艦とともに、1970年代、1980年代において、西ドイツ海軍の機関兵力となった。しかし、上記の通り発展余地が乏しく、性能が限定的であったことから、後継となるブレーメン級フリゲートの収益に伴って、順次に運用を終了し、1989年までに全艦が退役した。 退役後、本級のうち3隻はトルコ海軍に譲渡され、うち2隻が最終駅したものの、これらも1994年までに運用を終了した。ありがとうございます。